I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's. I told them you don't wanna play us. We going downtown with a flight in the morning, so fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late. All I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. 福井駅着きました。新幹線で5時間ぐらい乗り継いで福井までやってきました。今ここ福井駅 でクラシックボディービルの大会は福井駅の近くのアネッサっていうところであるんですけれども、今からそちらに行ってカラーリングをして、でその後前日計量、身長体重を測ってホテルに戻ってっていう流れで行こうかなと思います。計量終わりました。今からアパホテルに向かいます。で結構もう塩分カットしてるんで、水も抜けてきていい感じの体になってるような気がします。気のせいかもしれないですけど、でカーリングしたらめっちゃ黒くなったんですよ。やっぱカーリングしてよかったなと思います。で今からホテルに帰って、まあ、ちょっとまたカーボアップ、多分餅をあと8個か、あの佐藤の切り餅を8個食べて、とりあえず今日はそれで終わって、明日の早朝になんか牛丼かうどんかを食べたいと思います。はい、そんな感じで今からホテルに向かいます。うわーすげえ、めっちゃ動いてる、めっちゃちっちゃ、怖、めちゃめちゃ怖いで、えぐいで、やばいね。わあ、迫力があるね。怖っ。お自撮りしようかな。今回もホテルに着いたので餅を食べていきます。佐藤の切り餅4個ときな粉 10g か 15g ぐらいと、蜂蜜を 20g ぐらいかけて食べます。大体これがカーボが 92g で、脂質が 3g、 タンパク質 9g です。で今のところこれ食べたら炭水化物が 638g なので、結構今日多め食べようかなと思ってます。いただきます。こんな感じです。体がだいぶ水が抜けて色も良くなったので、質感もなんか上がってきたような気がします。めっちゃ黒くなったな。はい、さっきコンビニ行ってきたので牛カルビ弁当とあとうどんを買ってきました。でこれ朝6時に起きて食べるようですね。あとご飯も買ってきて、これをステージの6時間前に食べたいので、ステージが12時ぐらいからなので朝6時に起きて食べます。で餅もあと4個食べて、さっきと同じようにきな粉と蜂蜜をかけて食べていきます。はい、朝6時です。今からこのカルビ弁当とご飯を食べていきます。いただきます。うまっ。
うどんも行きます。朝一こんな感じです。じゃあ会場向かいます。レッツゴー。はい、会場に着きました。めっちゃ黒い人いっぱいいますね。でこれから会場に入って、受付をして、まあ、あとちょこちょこ食べながら準備をしたいなと思います。で今9時8時半で1回目の出番が12時なので、まだ3時間ちょっとあるので、ちょっと休憩とかいろいろしながら行こうかなと思います。はい、頑張ります。ゼッケンナンバー73番今古賀翔選手。3位でした。よかったです。予選通過を目標にしてたんですけど、3位まで行けてよかったです、はい。まあ、フリーポーズも間違いなかったし、無事に終わってよかったです。あとはラーメンかなんか食べて福岡に帰りたいと思います、はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。いただきます。うまっ。うまいですね。